サンタンデール湾は、スペインカンタブリア州にある、大西洋のビスケー湾南部に開けた湾である。湾口から湾王までの長さは、約9トル、幅は約5トルであり、面積は22.42平方キロメートルである。カンタブリア海と呼ばれる、ビスケー湾南部では最も大きな湾である。カンタブリア州の州都サンタンデールを中心とする、サンタンデールトレラベガ市圏は、 サンタンデール湾に面しており、カンタブリア州の人口の約半分がサンタンデール湾周辺に集中している。一帯の人口は約20万人であり、人口密度は約500人、平方キロメートルである。サンタンデール湾内には、サンタマリーナ島、モーロ島、トーレ島、ペドロサ島があり、浅瀬から水面から顔を覗かせた岩礁として、マルナイオーデロスラトネスト。 イエルバ島、ラカンパヌーカがある。サンタマディーナ島は、湾港の東側、ロレードの集落から100メートルほど沖合にある、無人島である。モーロ島は、湾港の中央部にある石灰岩で覆われた、無人島であり、島内には、灯台が設置されている。トーレ島は、マグダレーナ半島の入り江の沖合にある島であり、カンタブリア海上スポーツ学校の建物がある。 ペドロサ島は湾王にある島であり、橋で本土と結ばれている。1834年には、緑豊かなこの小島に療養所が建設され、1869年には、熱帯病にかかった船員を隔離するための隔離病棟が稼働を開始した。1909年には、この隔離病棟が、骨疾患及び、血核患者のためのペドロサ療養所に転換されている。 スペインの中では比較的湿潤であり、夏でも穏やかな気候である。年降水量は1187ミ、mm、リメートルであり、年間を通じて降水がある。年平均気温は摂氏13.9度であり、月ごとの平均気温は最低月が摂氏5度、最高月が摂氏22度である。サンタンデール・トレラベーガ都市圏はサンタンデール湾の西側に形成されている。 サンタンデール市街地の北側には湾口に向かって緑豊かなマグダレーナ半島が伸びている。19世紀にはスペイン国王がマグダレーナ半島を夏の離宮としたことから、この半島はこの地域で最も洗練された地区となった。湾の東側からも湾口に向かってサスが突き出しており、マグダレーナ半島とこのサスは湾の内側を荒波から守っている。 サンタンデール湾の土地利用は過去数世紀で大きく変化した。サンタンデール港は拡張され、湿地帯を干拓して、工業地区やサンタンデール空港が造成された。湾の西側にあるペドレーニャの村には、ペドレーニャゴルフ場やマリーナがあり、ゴルファーのセベバレステロスはこの村の出身者である。サンタンデール港からは、ブルターニフェリーズがサンタンデールとイギリスのポーツマス、または、 プリマスを結ぶカーフェリーを運行しており、24から32時間かけて、両国を結んでいる。ブルターニフェリーズは同じく、カンタブリア海にあるビルバオトポーツマスを結ぶ航路でも、大型客船を運行している。サンタンデール湾では、ボート競技のスペイン全国選手権が開催される。サンタンデール湾には、数本の河川が注いでいる。ワンオーのエル・アスティリエーロでは、 サンサルバドール河口とソリア河口がサンタンデール湾に注いでいるが、両河口とも下流部の数キロを除けば小規模な河川である。湾の東側にはミエラ川が注いでおり、ミエラ川の最下流部はクバス川口と呼ばれている。クバス河口の西側には川口と湾に挟まれて、ペドレーニアの集落がクバス河口の東側には川口と海に挟まれて、 そもの集落があり、両自治体は、長大な橋で結ばれている。サンタンデール湾周辺には、以下の自治体がある。サンタンデールに次いで大きな町は、人口約1万8000人のエル・アスティリエーロであり、サンタンデール、カンタブリア州、第2の都市であるトレラベーが、バスク州最大の都市であるビルバオに向かう、鉄道路線の三サ路サとなっている。サンタンデール市が主導して、 サンタンデール湾は世界で最も美しいワンクラブに加盟した。このクラブは観光振興や資源保護などを目的とした組織であり、優れた自然の美しさがあること、豊かな生態系があること、経済的潜在力があることなどが加盟条件とされている。サンタンデール湾のパノラマ、ありがとうございます。